何なのここ。あんまりキョロキョロすんなよ。なるべく目立ちたくない。翔野が出てくるまでここで待つ。でもさ、翔野もう家に帰ってたりしない？ちょっと確かめようよ。下手したら僕ら一晩中待ちぼうけだよ。ごもっとも。行こう八神さん。ちょっと伺いたいんですけど。はい。アドデックナインの翔野さんってもうお帰りですか？いえ、いつも遅くまでいるので多分まだ。お約束ですか？別にそういうんじゃ。こんばんは八神さん。ん？この間翔野のところにご案内しました橋本です。ああ、あ、そうでしたか。どうも。また翔野に何か？いや、いたよ八神さん。翔野だ。失礼。どこだ？あそこ階段で話してる。どこだ？行こっか。怪しいな。これは怪しいな。見つけた。もう一人は木戸だな。どうする？よし、行こう。いやー、どうも。八神さんでしたね。神室町の探偵さんだ。あなたにはもうこのセンターには近づいてほしくないですね。先日弁護士会にも抗議したはずですが。事務次官の方でしたっけ？厚生労働省。一ノ瀬です。先日もここにいらしてましたね。ずいぶん頻繁に来られてるようで。ええ、アドデックナインの成功は国家戦略の一つです。特許や法整備などこちらで打ち合わせる内容は多岐にわたりますのでね。守衛に追い出される前にお帰りになっては。やられたね。
あのおじさんのせいでショーノは警戒マックスだよ。もうロビーに降りてこないかも。どうする？行こう、八神さん。橋本さん、先ほどは失礼しました。いえ、申し訳ないけど、さっきの見てました。ショーの先生に逃げられちゃいましたね。ええ、少し話したいだけなんですけど。でも本当にお忙しい人ですから。一日中研究研究で、帰宅は3日に1回なのに、毎朝欠かさず入院棟の患者さんたちを回診してて、本当に頭が下がります。朝の会診っていうのは？ええ、ショーの先生の日課で毎朝入院棟を見回るんです。もう何年も続けているそうで。ああ、確か3年前もそうでした。そういう熱心さがすごい新薬を生むんですよね、きっと。すみません、私もそろそろ行かないと。どうぞ。失礼します。ショーノの研究室はセキュリティ的に入り込みづらい。ゴールドのカードキーっていうのがいる。ただ付属病院の方はそうでもないはずだ。時間も明日の会診までたっぷりある。じゃあその朝の会診でショーノを待ち伏せるってこと？ああ、それには夜のうちに忍び込んどけばいい。なるほどね。ならどっから侵入する？案内板を見て考えよう。なんだこれは？なんだ？センターの付属病院。怪しいな。ん？センター長室。なんだこれは？付属病院の搬入口だ。地下駐車場から病院に忍び込むわけね。ああ、まずは侵入口の下調べからだ。一旦外に出よう。行こっか。何か？八神探偵事務所さん？そうだけど。警備担当の益子と申します。事務次官よりしっかりお見送りするよう言いつかりました。一ノ瀬さんが？ねえ、見て分かんなかった？今帰るとこだったじゃん。恐れ入りますが、やはりお送りさせていただきます。見送りだけにしては頭数が多いな。どこに連れてっき？いい加減答えなよ。この辺でいいか。益子さんだっけ？一ノ瀬は俺らをどうしろって？もう二度とここへ来る気が起きないようにしろと。何それ？ここの守衛はそんなの持ってていいのか？ダメに決まってんだろ。趣味だよ、趣味。仕事には使えん。今は仕事じゃないってことかな。ねえ、ただのお遊びだよ。だからたっぷり楽しませてもらおうか、探偵さんよ。Yeah!
おい、もう手振らなくていいよ。連中のおかげで、かえって簡単に潜入できたね。ああ、結果的にはな、事務次官のおかげだ。